どんな音声で撮れてるか分かんないけど、皆さんこんにちは、まなみです。今回はこれ、このなんていうのかな、これオフィスチェストって書いてあるんだけども、アイリス大山に近所のホームセンターで2年ぐらい前かな買ってきて使ったんですけども、今ね、まあ、これちょっと置き直したんですが、そのこの前にもうちょっと大きい重いものを乗っけたんですね。そしたら、まあ、見て分かるかな、結構斜めっちゃってる感じになっちゃっています。一応どうやら下についているカシャ、これ本当はこうなってこうやって動くあれだったんですけど、なんか動かずに斜めっちゃったので、一応ね多分カシャが折れてカタンってなって斜めになってると思うので、これをなんとかカシャ付け直してまたねコロコロ動かせるように直したいと思います。ということで、まあ、とりあえず、作業の邪魔なので、これ入ってるケースとかのものをちょっと横に避けておきたいと思います。で今とりあえず全部どかしました。でも軽いね。あ、これこれこれ、下はまってんな。中にこうやってあったんですけども、ちょうどこんな状態でコロが2つこんな、ね、感じでありました。これこんななんですね。あ、こんななんですね。一応これ多分パチンとはまってここで引っかかってで取れなくなるって感じだと思うんですけども、一応まあこれこんな感じで、これですね、こんな感じでスープねダンスが入ってたんですけども、あ、やっぱこれこんなこういう風な感じです。一応あ、こっちからいきます。こうやって一応ここに引っかかってで、これがね買ってて感じなんだけど、これ見るとこっち側はとりあえず壊れてないんだけど、こっち側見てほら壊れちゃってるんだけど、ね、あ、やべ、これちょっと折れちゃった、折れちゃいました。こんな感じで、折れちゃったね、折れちゃったのでどうしようかな。多分こっちは多分これつけるだけでいいと思うんですけど、ね、こっち今あ折れちゃったよ、折れちゃったね。これね、なんかお、なんかで、ね、プラスチックだからプラリペアでと思ったけど、ちょっとさすがにねここプラリペアってわけにもいかないし、どうしようかね、まああれかな、うん、どうしようかな。これね、これ材質なんなんだろうね、材質がわからない、どうしよう。とりあえずここをするプラリペアってやってみる。そんなにこれつくのかな、プラリペア。これ材質が何かなんだよね。これね、プラリペアの説明書なんですが、一応変えるんだけど、ここにポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、エンプラ系樹脂には接着しませんって書いてあるので、これが何なのか、この材質何なんだろうな、これポリプロピレンチックなんだけどな、どっかに PP とか書いてあるな。プラスチックっぽいっちゃプラスチックっぽいんだけどね。これね、とりあえずプラリペアでやってみて、ダメなら別の方法を考えてみましょうか、ね、とりあえずね。でだで、使うやつはこれリアっていうのがあるので、これを使ってみたいと思います。これね、こっちに入れたのでこれでやってみたいと思います。で、一応下準備が必要だってことなので、ちょっとこれ折れちゃったので取ります。これ取って、で、こっちでちょっと削るの大変なので、こっち側を削って、で、まあ、V の字になるようにして、で、ここにはめていくっていう感じにしたいと思います。なのでここね、こっち外側なのでここを削ります。こんな感じかな。平らめこうなので、一応こういう感じで斜めにして、で、まあ、この上にここに盛るって感じで、とりあえずやってみたいと思います。うまくいくのかな、こうした方が見える。これなんでいい、一応ここにこんな感じでつけて、わかるかな、このくらいに隙間ができてるので、ここね、この隙間に持っていきます。いけるかな、あ、じゃあちょっとやってみますね。とりあえず押さえて、ああ落ちた、気を取り直してやります。とりあえずこれ押さえるかな、なんか今やった感じだとまた落っこっちゃうとめんどくさい。とりあえず、あ、落ちた。とりあえずこの位置で押さえるのにマスキングテープでこれで押さえます。押さえて脇を固めたら取るかな。一応マスキングテープでこんな感じかな。押さえました。そしたらじゃあこれね、ちょっとこぼしちゃったけど気を取り直して、プラリペア、とりあえず端っこどうしかな、固めていきたいと思います。今両脇終わったので、とりあえずもう固まってそうなので、とりあえずこれ取って、で、他のところをね、よいしょ、持っていきたいと思います。
今剥がしたところでまたね追加で持っていきます。こうやってね途中でダマになっちゃうとこれ手で取っちゃってます。もうしないと次に続く手でいくな。ということで、ね、今これとりあえず全部塗り終えました。リペアを終えた、まあ、とりあえず、ね、あのプラスチックの玉を隙間に全部埋めてその上からちょっとね多めに持ってで今、まあ、ちょっと強度を持たせたらいいなというような感じで今やりました。今終わったのでこれでしばらくちょっと放置しようかなというふうに思います。どのくらいだろう、10分ぐらいかな。ということでしばらくこのまま放置します。ちょここね、ちょここにね、ができたらこれをつけてみたいと思います。こんな感じで、よっ、OK、あ、ちょっと待って、プチッつったけど大丈夫かな。一応ね、こんな感じでつきました。大丈夫かな。と一抹の不安はあるんですが、とりあえずついたのでこれでちょっと、ね、置いて転がしてみるかな。転がしてみたいと思います。とりあえずうまく空で動いてるようなので荷物入れていきたいと思います。あったものぐらいのっけとかないと。とりあえず全部入れました。それで、うん、まあとりあえずこんな形で結構、まあ、上から力入れても、あっ折れちゃった、まあ、ダメだね、残念、力入れたら折れちゃいました。あら、じゃあ一回出そう。それだね、なんか両方ともやっぱ外れちゃったね、これね、これね、ほら両方ともこれ外れちゃったので、なんかやっぱり両方ともダメなのかもしれないね。あ、なんとまあ反対側も割れちゃった。ほら、こっち側もやっぱりダメだったね、2個こんな形で取れてしまいました。本来はね、ここね、ヤスリかけてもうちょっとくっつけるっていうことをやってもよかったっちゃよかったんですが、まあちょっとね、まあ、くっつくならこの母材も溶けてこれと一緒にくっつくっていうこともあるので、まあ、それがなってなかったので、まあ、元々これだからこれに書かれてたダメだよって、こっちか、ここに書かれてたやつのどれかなのかもしれないです。なのでくっつかなかったのかなというふうに思います。でもしょうがないので、もうこんなんだし、こんなんだしね、しょうがないので、ここね、横からドリルで穴開けてビス打ち込みたいと思います。こんなビスね、こんなビス、これを穴開けてこんな感じで打てば止まるんじゃないかと。で、まあ、こっちもねなっちゃったからね、こっちもちょっとビス探さないと。あ、これでか、これ同じのがありました。これ多分なんだっけ、ほら電動自転車のパックで使ってたビスだと思います、まあ、ちょっとねなんか使わかなと思って取っといたんですけども、今回これを使っていきたいかなというふうに思います。で、なのでこれをはめてここから穴開けて、でビスで止めるというふうにしたいです。で、これあれだね、これ真ん中にあのちゃんと鉄が入ってるので、外からビスぶっ刺すとこの鉄のあれに当たっちゃうので、ずらして前か後ろかどっちかになる、前がいいのかな、前の方ずらして、やっていきたいと思います。この前の方にピンと仕込んできます。でもこれはもうめくら打ちでやります。あまりね細かくやってもこれ自体がね半分消耗品みたいなもので、今回はこのビス結構ね細いんですよ。でビスより太いとねちょっとあれなの でこれで見るとこのあれかね、この2ミリがちょうどいいかな。これ当ててみるとビスの新線よりちょっと細い感じでいい感じに穴開けられるんじゃないかなというふうに、でこっちもいい感じにビス止まるんじゃないかなと思うので、一応この2ミリのやつで穴開けていきたいと思います。でさっき言ったように見比べ打ちなので、とりあえずつけて、よっ、前の方、これこうやってやると、入れるとね、このくらいなので、だいたい間ぐらいで、前の方のくらいかな、ここら辺に穴を打っていきたいと思います。見比べ打ちかな。で、一回外穴開けて、これつけて、もう一度開けて、貫通させる。これで OK。反対側も同じように開けていきます。こっち側もね同じようにね、この辺かな、下穴まず開けて、もう一個のね、さっきのまず穴開けてない方、これをつけて、で一回下穴を開けます。そしたらこのねビス、このビスをここに入れていくと感じです。硬いかな、ドライバー使ってね、あとは入れていってあげればいいのかなというふうに思います。あまりね、これずっと締めすぎるとネジ穴バカになっちゃうので、まあ、適度なところで止めると
いうことですかね。で反対側も同じようにこれ入れてね、入れてこのネジを止めると、下の開いてるので何も見ずネジ穴引っ掛けて手で締めていくということですね。でずっと締めていけばここね、あの曲がってるのがまっすぐになるので、そしたらもうそこでちゃんと締まってるなと、こうやってギュッと締めて、ね、この面が辛いってなる、そこで判断すればいいのかなというふうに思います。で多分もうさすがにこれで取れないでしょ、こんなねパキパキ言わないしね。でもしもこれでもダメならもう一個ね穴開けてこっちからも開けてっていう形でやればもうしばらくねこれ持つんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、おかげでこれできたので物を戻していきます。はい、ということで物戻りました。さっきと同じようにとか、さっきよりも強くこれをちょっとやばい、あ強くかけたんだけどやっぱり全然違いますね。しっかり止まってて、これならしばらくは壊れることもなく使えるかなというふうに思います。まあ、今回ね、たまたまこれ壊れちゃったので動画作ってみました。ということで、次回もね、何か不具合があった場合にはね、こうやってできることで修理していきたいと思いますので、そんなの見たいなという方は、チャンネル登録の方ね、よろしくお願いします。サブここら辺出てると思いますからね、押していただけると嬉しいかなというふうに思います。というわけで、このチャンネルはね、DIY できそうなものがあったら、何でも挑戦していくということをモットーにしています。こんなね、工具使ったりね、こういうものを使ったりして、いろいろ修理とか、DIY とかできたらいいなと思いますので、興味のある方は、チャンネル登録はね、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、またねー。バイバイ。